今年で第3回目を迎えます。ただいまの時間はちょうど10時です。このずっと来た朝日町子育て支援センター朝日校今時代行列パレードも同時に出発いたしております。お二人は毎年開催される小坂ジャズストリートのメンバーとして活躍されています。今日は皆さんよくご存知のポップスや歌謡曲ナンバーから歌っていただきたいと思います。よろしくお願いします。なかなかたくさんの方がおいでいただきましてありがとうございます。この氷海山街道祭りも皆様のご協力によって約3年を迎えることになりました。本日の時代行列パレードは皆様にこの地域の郷土の豊かな歴史資産を知っていただきたい、子どもたちにも伝えていきたい、そういう思いを持って開催いたしました。もうそのお話し合いをする中で町を盛り上げようということでこの夢街道祭りがスタートしたわけであり、まあ、まさにですね、町を思う心が一つの形になって今3回目であります。まあ、とりあえず横行きますね。はい、チーズ。声と声で
ありがとうございます。